ギリシャの地方行政区画。本校では、ギリシャの地方行政区画の詳細を示す。合わせて、ギリシャの地方行政制度、地方自治制度についても触れる。ギリシャでは2010年から、カリクラティス改革と呼ばれる、大規模な地方制度改革が行われ、行政区画は2011年1月1日付で、大きく再編された。全土は13のペリフェリア、地方、 74のペリフェリアキエノティカ、県325のディモス地に区画されている。自治体は二層制で、ディモスが基礎自治体、ペリフェリアが広域自治体である。ギリシャ共和国の主権のもとに属する特殊な地域として、中央マケドニア南方のアトス自治修道士共和国、アトス山がある。この地域はギリシャ政教修道士による特別な自治が認められており、 一般の地方行政制度の外に置かれている。ペリフェリア、複数形、ペリフェリエスは、ギリシャの広域自治体である。日本語では、地方と訳されるほか、広域行政地域や、地域、州が用いられることがある。ペリフェリア知事と、ペリフェリア議会は、通常5年ごとに選挙を行う。ペリフェリアは十三、本土に九、東諸部に四があり、これは、 カリクラティス改革前と変わっていない。下表の番号は、右の地図の番号、英語表記アルファベット順と一致している。また、綴りの欄のギリシャ文字表記はギリシャ語版、ウィキペディアの当該項目にリンクしている。人口は2001年国勢調査による。ペリフェリア系のティタ、複数系は、ペリフェリアの構成体、ユニットを意味し、ペリフェリアの回区分である。 旧制度のノモス、県に相当し、県とも訳される。かつてのノモスは、広域自治体であったが、カリクラティス改革によって廃止され、ペリフェリアを区分した、行政区という位置づけのペリフェリア系のティタになった。それぞれの地区は、知事と同じ政治的ブロックから選ばれた、副知事が、長となる。多くの場合、ペリフェリア系のティタは、ノモスの範囲を継承しているが、 当初部などでは、旧ノモスの分割が行われており、必ずしも一致するわけではない。制度改革前に、ノモスは全国に51あったが、改革後のペリフェリア系のティタは、全国に74ある。ディモス、複数系、市は、ギリシャの基礎自治体である。ディモスは、市長と、市議会によって運営される。カリクラティス改革後、ディモスは全国に325ある。 通常5年ごとに選挙を行う。ディモスの会は、一家のように区分される。ディモティケノティタ、複数形は、ディモスの構成体、ユニットを意味し、カリクラティス改革以前の旧自治体、ディモスとキノティタの区画となっている。ディモティケノティタは、さらにキノティタ、複数形に区分される。キノティタ、あるいはキノティスは、共同体、コミュニティを意味する言葉で、 都市共同体を表すディモティキキノティタと、村落共同体を表すトピキキノティタの2種がある。両者の境界は概ね人口2000人である。これらのキノティタは、もともとは伝統的な村落共同体を近代に入って地方行政区画として利用するようにしたもので、イタリアのコムーネやスペインのムニシピオに相当する。カポディストリアス改革。 1999年1月施行によって自治体の統廃合が進められ、この単位は自治体としての地位を失った。現行制度のキノティタは議会を持つことができるが、キノティタ議会の役割はあくまでも政府への助言にとどまる。カリクラティス改革までは複数のトピキキノティタを含む自治体としてのキノティタ村があり、ディモスと共にノモスに属していた。 近代ギリシャの最初の行政区画はギリシャ独立戦争中ギリシャ第一共和制の1828年に初代大統領ヨアニス・カポディストリアスのもとで制定された臨時政府が支配していたペロポネソス半島とエーゲ海の島々は13のによって区分されはさらにエッパルヒア軍によって区分されたギリシャ独立が承認されてギリシャ王国が建国されると 1833年に国王尊一世の下で地方行政制度が整えられた。前土、当時のギリシャ王国領土は、ペロポネソス半島、ギリシャ本土、キクラデス諸島のみからなるは10のノモス、県43のエパルヒア、軍によって区分され、さらに末端の行政区分として、ディモス、氏が置かれた。ディモスの長は国王による任命となり、それまでのディモス、 都市共同体やキノティス、村落共同体が持っていた自治権は否定された。1836年にノモスは廃止されによる区分が導入されるが、1844年にクーデータが発生して立憲君主制に移行すると、1845年にノモスとエッパルヒアによる区分が復活した。オソン一世の退位後に迎えられたゲオルギオス一世のもと、 ギリシャ王国は拡張を続ける。1864年にはイオニア諸島、1881年にはテッサリアがギリシャ領に編入され、1899年の行政区画再編によってノモスの数は26となった。1909年の改編を経て、1912年に地方制度が改められた。ギリシャはその後、クレタイピロスマケドニア、 1913年、西トラキア、1923年をその半途に、組み込んだ。第二次世界大戦後の1947年、イタリア領であったドデカネス諸島が、ギリシャの領土となり、現在のギリシャの領域が定まった。1971年時点で、ギリシャ全土には、キノテタが5805、ディモスが256あり、 首都圏とアトス山を除いて52のノモスが置かれていた。1971年、軍事政権、1967年から1974年のもとで行われた地方制度の改変により、ペリフェリアという区分が導入された。全国は7つのペリフェリアによって区画され、それぞれに司令官が置かれたが、1973年に廃止されている。 1987年の地方制度改変に伴い、地理的な地方は行政区画としては廃止され、全国は13のペリフェリアによって区画されることとなった。1997年、建国の父カポティストリアスの名を取ったカポティストリアス改革と呼ばれる地方制度の改革が行われ、1999年1月1日に施行された。 南ヨーロッパでは、イタリアのコムーネやスペインのムニシッピオなど、伝統的な村落、都市共同体に由来する小規模な基礎自治体が広く見られる。ギリシャの場合は、キノティタ、村落やディモス、都市共同体がこれに相当し、カポニストリアス改革以前は、約6000あった。改革によって、基礎自治体の数は1034、ディモスが910、 キノティタが124にまとめられた。2010年、カリクラティス改革と呼ばれる大規模な地方制度改革が進められた。パルテノン神殿の建築家の一人、カリクラティスの名を取ったこの改革は、それまで内務省による任命制であったペリフェリア知事、プリファー役を住民による公選とするとともに、広域自治体としては小規模であった、ノモス。 県の行政機能をペリフェリアに統合するなど、地方文献、地方自治の流れを促進するものであった。一方でこの改革は、経済危機を背景として、地方公務員の削減を目的とするものでもあった。2011年1月1日より、行政区画も大幅に変更された。これにより1034あった基礎自治体が大幅に整理されて325になるとともに、 ノモス、ケやヤ、キノティタ、村が自治体としては消滅した。また、カリクラティス改革では一つから三つのペリフェリアを管轄するが新たに設置された。改革以前はペリフェリアが担っていた中央政府による地方行政監督の役割を移したモノデルは一つから三つのペリフェリアを編成し政府が任命した初期長が諮問委員会の補佐を受けて運営する。 諮問委員会のメンバーは、ディモスから選ばれた、大委員とペリフェリアごとから構成される。ギリシャでは、19世紀前半の独立から20世紀末までのうちの長い期間において、地理的な地方を最上位の行政区画とし、地方をノモス、県にノモスをエパルヒア、軍によって分け、伝統的な住民共同体に起源を持つキノティタス、村や、ディモス、市を、 末端の行政区画とする改層構造が取られてきた。2010年、カリクラティス改革前の時点で、ギリシャ全土は13のペリフェリア、地方、51のノモス、県に区分され、1034の基礎実地帯、910のビモス、市、124のキノティタ、村に分けられていた。地理的な区分による地方は、かつて行政区画として用いられてきた。 日本語では、州とも訳される。独立当初のギリシャは、中央ギリシャペロポネソスとエウゲ海諸島の一部のみを、国土としていたが、ギリシャの領土拡大とともに、地方は増え、1920年代には、以下の9つとなった、行政区画しては、中央ギリシャからアッティカが分けられた時期があり、十となる。1987年に、ペリフェリアが設置され、この区画は、 行政区画としては廃止された。しかし、地域名称としてはよく使われる。ノモス、複数、経営、県は1833年以来、地方行政機関として、主要な役割を果たしてきた。カリクラティス改革に伴い、自治体であるノモスは廃止され、ベリフェリアを構成する、行政区、ベリフェリア系のティタになった。2010年時点のノモスは、以下の通り、 首都圏に相当するアッティカのノモスは特殊な位置づけにあり、ノモスを区分した四つ、アテネ、ピレウス、東アッティカ、西アッティカのノマルヒア、複数が実際の行政機能を担っていた。ノマルヒアを研究の行政区画とみなし、ギリシャの県プリーフェクチャーを五十三と数えることもあった。カリクラティス改革に伴い、ノマルヒアは アッティカペリフェリアを構成するペリフェリア系のティタに再編された。エパルヒア、軍は第二次世界大戦以前には全土に139あり、第二次世界大戦後はドデカネス諸島がギリシャ領土に加わったことで147となった。エパルヒアには行政機関としての実質はなく、財政や教育、選挙などの区画として用いられる程度であった。 1998年の制度改革で廃止されたが、選挙区の単位としてはその後も用いられていた。しかし、2006年の地方議会選挙を最後に使われることはなくなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。